お母さんに転校したいと言ったら怒られてしまった青鬼小学校。正直こいつらも慣れてきたな。みんなおはよう。あ、先生が来た。この前はグランドに穴開けて出てきたからな。もっとでかい穴開けて出てきた。グランドにでかい穴、危なすぎるな。今日も対決するぞ。今回の対決は飛び箱だ。人間対青鬼たち。人間が負けたら食べちゃうからな。そろそろ諦めてほしいな。まずはふわっていくんだ。ふわって助走をつけて、勢いがつきすぎて飛び箱にそのままぶつかってった。何やってんだよふわって。ふわって失格。続いてクラゲ青に。クラゲ青に助走をつけてロイター版でジャンプ。でもそのまま頭から落ちてった。使えないな。クラゲ青に失格。続いてナスビ青に。助走をつけていってロイター版でジャンプ。いいジャンプだ。でも頭から落ちてって飛び箱突き破っちゃってるよ。ナスビ青にまでも失格。頭重すぎて向いてないんだよ。青にあとは頼んだぞ。助走をつけていってロイター版に頭から落ちてったよ。どんだけ頭重いんだよ。だけど頭でジャンプしてそのまま飛び箱越えていった。よくやった青に。最後は人間だ。こんなの助走つけなくたって簡単に飛べますよ。こんなの絶対勝てるわけない。これぐらい高くしてくれないと。高すぎておしっこっちびっちゃいそうだよ。ここからは青に対人間の一騎打ち。青にあとは頼んだぞ。青に助走をつけてロイター版に頭から落ちていってジャンプってそのまま突き刺さった。何やってんだよ。これはもうこっちの負けだ。次は絶対勝てる勝負で勝って食べてやるからな。もうこうなったら一人で夜逃げするしかないかもな。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。